文化放送おはよう、テラちゃん時刻7時48分です。 おはよう、寺ちゃん、この時間からコメンテーター、ジャーナリストの篠原常一郎さんです。篠原さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。いますはい、ゴールデンウィークがですね、昨日から始まったという方も多いようなんですが、篠原さん、はこの期間ってどうですか。いや、あの、この期間、あの、<え>あの、宣言がね、緊急事態宣言。でおとなしくしてますが、あ,はい、あの、今。 取材もですねデジタルでできる時代なんでねいろんな情報を集めてます。はいもうあのリモートでできるリモートでできるし世界中の情報を集めてねあの分析するにはこういう時一番いいですね。そうなんです。か情報がねインターネットでも入ってきますもんね。えあそういう時期に当てるということなんですね。さて奇襲のドンファンと呼ばれたですね和歌山県の酒類販売お酒を販売しているこの会社の元社長野崎幸介さんを殺害したなどの 疑いで逮捕された元妻の須藤崎容疑者のスマートフォンの位置情報が覚醒剤の密売人と一致する時間帯があったことが分かりましたまた完全犯罪などの情報を検索していたということも分かっていますえ、その須藤容疑者は昨日交流先の書から送検されていますえ、野崎さんの死因は急性覚醒剤中毒ですえ、須藤容疑者は事件前に覚醒剤の密売人と接触していたことが分かっているこ からその際に須藤容疑者が覚醒剤を入手した可能性もあります。この事件は篠原さん。 どうご覧になってますかいや、これもうね、えー、いわゆる完全、この,この方のいろいろ今言、言いましたけど、完全犯罪を目指してたようですが、はいえー、完全犯罪っていうのは、アナログの時代で成り立つことでね、はいえー、こういうデジタルの時代ね、自分が知らないうちに全部ね、データがね、痕跡が残ると、これ意識してないですよね、スマートフォンね、えー、そうです、ね、だからこういう時代になったら、完全犯罪難しいですね。えー、だって、この野崎浩介さんが亡くなったのが、殺害されたのが、3年前年前ですねかね。 の解決としてはね、はい、まあ身近に実行犯いたということではね、えー、あれです、時間かかったように思いますけどね、えー、これ、後付けることがきちんとやられたんでしょうね、今、篠原さんもおっしゃってましたけれども、このご時世ですから、例えばスマートフォンの端末のサーバーの情報から、過去の位置情報も、これ、特定可能なんだそうですよね,ねもう、もうでも、20年ぐらい前からね、えー、そういうことを警察やってたのは覚えてますしね。 これ、自分が例えばスマホの端末で消したつもりでもサーバーには残ってるんですよね。そらてっきり私、素人ですから今しか分かんないのかななんて思ってたら過去までさかのぼり便利だけれども便利なんですね足がつくと逆に悪いことはできませんそうういことですねスマートフォンの解析から元妻は覚醒剤や完全犯罪に関する情報を検索していたということも 分かっていますだから、まあ、そういうことということはですよ周到に犯行計画を練っていた可能性が、うん そうですねこれ、僕、不謹慎なんですけどね、これ裁判の記録が出るの楽しみですね、裁判、これからですけど、こういうのは全部、何が証拠に出るかってことですよね、検索の記録ね、何を見てたかってことを詰めていくわけですからね、ですからこれ、今もお伝えした通りです覚醒剤の密売人と一致する時間帯っていうのは、その受け渡しを目撃しているわけじゃないんですよね一置情報でね、同じ時間に同じ場所にいたってことですね、そこはもう一番のポイントですよね。ってことなんですね。 おそらくそれに基づいてね、ねあの任意かあるいは実際、聴取してね、はい、それでもう本人諦めて、多分喋ったんだと思いますねはーはーそうなんでさあ続いてはです、ね、ニューヨーク・タイムズによると、FRB、f b i 連邦捜査当局は、アメリカ、トランプ前大統領の顧問弁護士を務めた元ニューヨーク市長ジュニ、ジュリアーニ氏のマンハッタンの自宅、あと事務所を捜索しました。前政権のウクライナ疑惑 をめぐりジュリアーニ氏が無届けのロビー活動を行った可能性を調べています去年の大統領選では当時現職のトランプ大統領と民主党大統領候補だったバイデン大統領今現大統領ですが,が戦いましたがジュリアーニ氏はトランプ側に有利になるようにウクライナ企業の役員だったバイデン氏の息子に関する不正情報の収集に当たりましたその際ジュリアーニ氏がウクライナ政府高官に対する高額 な代理人契約交渉を進め個人的利益を追求した疑惑これが持たれていますジュリアーニ元ニューヨーク市長のマンハッタンにある自宅と事務所が家宅捜索パソコン携帯電話が押収されたということなんですがこれいかがですかこれですね、えー、ちょっと脇が甘かったと思うんですよね、はい、これ容疑で言うとね日本では馴染みがないんですが、えー、外国干渉防止法っていうね<ー>、えー、そういう法律ありましたアメリカね、えー、要するにあの 例えばウクライナ政府の代理人になったってことなんですよ、これ、ジュリアニさんが。それでウクライナ政府の中で、息子のハンター・バイデン氏が関わった不正について、彼がアメリカで調べたってことなんですけども、外国の代理人になるのときは、政府の認可を受けて、許可を受けなきゃいけない、それを多分ジュリアニさんはやってなかったんですね。ただ、これで問題はね、じゃあ、ハンター・バイデンさんのウクライナでのいろんな不正ってのは、これ、実は明らかになって、大統領選挙でもね、問題になったんですよね。このの事実はどうなる 残りますよ、ね、だからグ、えー、リアリさんについてはね、えー、トランプさんとちょっと仲たいもして、ちょっとこうおそらくこの行き過ぎがあったせいでね、はい、距離を置かれたんだと思うんだけどね、えーまあ、そういう弱点が出たと、ただやこれからね、例えばバイデンさんね、息子のこの不せについては問われることにもなるかもしれませんね。はい さあ続いてはロシアの反政権派指導者ナワリヌイ氏が29日モスクワの裁判所で開かれた退役軍人の名誉を毀損したとされる事件の控訴審に週監中の刑務所からオンラインで出廷しましたロシアのメディアによりますとナワリヌイ氏法廷の画面越しに起訴内容を否認しましたプーチン大統領を念頭に王様は裸だと批判し自身の即時解放を訴えていますでナワリヌイ 医師の肉声が公の場で訴えられたのはモスクワの裁判所が週刊を決定した2月20日以来です。ロシアメディアの報道によると、ナワリヌイ氏は起訴内容について被害者とされる退役軍人の署名を検察が偽造して事件をでっち上げたと主張しています。自身の週慣もヨーロッパ人権裁判所のこの決定に矛盾しており、違法だと訴えました。さらに裁判官に対してあなたの王様。は あだから20年間の無能な治世の結果何百万人がそう叫んでいると訴えあなたも王様と同じ国の裏切り者だと述べました。 プーチン大統領を念頭に王様は裸だと批判したということですがこれについていかがでしょうかこれね、あの面白いんですよ、ナワリヌイさんというのはね相当ねプーチンさんも気を使ってるらしくてね、刑務所の中からですね SNS を使って発信してるんですよ、でね撮影はだめみたいでね、ただツイッターのようなものとか結構このナワリヌイさん発信してましてね、だから要するにある程度自由はね保障してるし、この人の身分はね守ってるんだぞというポーズを取らないと、例えばプーチンさんっいうと、いろいろね、 反対者が変死するってことが多いんでねかなりイメージ的に気にしてるなと確かにねプーチンさん長すぎてね若い世代から批判が強いんですよそういう声をうまく代表しているという点でねこのナワリヌイさんはねかなりプーチンさんに頭の痛い存在ななってる間違いいですねナワリヌイ氏といえばですね殺されかかったりだとかそしてでも自らロシアに戻ってきてで収監されて腰とか背中が痛いっていう 面倒見てくれなかったからハンガーストライキしてね、でも何かと話題になってますねこれ、外ではヨーロッパもそうなんですけど、ロシア国内でも、この方、こう言ったらですけど、ユダヤ人なんですよ、ユダヤの団体って結構力がありましてね、やっぱりユダヤ人というのは弾圧をされた民族ですからね、こういうものもそういうものと無関係でないって捉えてるんで、かなり支援してるんですね、そういうことで、その世論的にも無視できないんで、牢獄に入っててもね、 人権がある程度守られてるという状況で、言いたいことを言ってるってことですね。そうなんですね。ただ、一方、このナワリヌイ氏が、あの、先頭に立って頑張っているという、その組織が。結構抑え込まれてるようですね。あ、そうですね。もう、向こうはね、そんな言論の自由が自由にはないですからね。ええ、でも、それだけでもね、初めてですね。ここまでね、あの、プーチンさんの権威をね。こう、揺るがしてるっていうのは、初めてのケースなんでね。まあ、この裁判でどうなっていくかね。プーチンさんも、もう、お年ですしね。え、八十歳まで超えるまで。 対応できるように法律改正したって言うんですけどね。はい、あのこれからやっぱりどうこの批判を受け止めるかっていうのは問われると思いますね。えー、まあロシアといえば経済は決して良くないですしね。えー、そうなそしてその若者から先ほど篠原さんのお話ですとプーチン大統領そんな人気もないとなると。で,でもしかしあの年寄りにはすごい人気で、えー、やっぱり70%超える支持率あるんですよね。ね純粋に見てねこれは認識なしでね。えーはい、だからどれくらいこれがね変わっていくかってことでしょうね。えー、えー、まああのプーチン大統領というとも 北方領土問題を置いておきますけども、秋田犬の夢でしたっけ、犬が大好きなんですよ、そうですねあとザギトワでしたっけ、ロシアといえばね、スケートのフィギュアスケートのも勝るっていう秋田犬をって変な話ですけど、ロシア、ソ連時代から含めてロシアの指導者としてはね一番の親日家であんな間違いないですね、柔道、わざわざ柔道を選んだぐらいの人なんでね。 ただ、北方領土はやはり厳しい状況ですかむしろね北方領土問題、プーチンさんは融和的なんだけども、周りが許さないというところでしょうね。必ずしも一枚岩じゃないですよ、ロシアの政府は。そうななんんで一枚岩じゃいす内務省はきついです、北方領土は返さないって言い張ってますから、何かプーチン大統領が決めればすべて決まるようなイメージがあるんででもないんですよね、やっぱり勢力が割拠してて、それぞれ利益代表ですね、それを真ん中に立って調整してるのはプーチンさんという形ですよね。 はい、いくらプーチン大統領がまあ力あるように見えてもあとはあみんなで決めなきゃいけない部分は,、ねううはね、結構あるってことなんですね。 4月30日金曜日8時になりましたおはようございます寺島直政です日差しが眩しくなりました浜松町18.8度北風が0.9メートル湿度53%ですねもうすでに昨日降った雨これはですね乾いて路面もグレーとなってますライトグレーですねラジオ機のあなたの周りいかがでしょう今朝の関東広く晴れています日中晴れてたっぷりの日差し降り注ぐでしょうただ午後北部で大気の 状態が不安定となり局地的に雨や雷雨がありそうです空模様の変化に気をつけてください最高気温昨日より高くなります都心と埼玉が夏日の25度横浜千葉が24度です明日はまた雲が多くなるでしょう東京地方今日は晴れ時々曇り降水確率午前0%午後以降10%明日は曇りの予報です 現在雷注意報が茨城県、栃木県、群馬県に強風注意報が東京23区、伊豆諸島北部、神奈川東部、千葉県そして栃木県の北部濃霧注意報が栃木県と埼玉の秩父地域乾燥注意報が埼玉県に出ています。 今朝のコメンテータージャーナリスト篠原上一郎さんです篠原さん改めてよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします緊急事態宣言が東京大阪など4つの都府県で発令されている中ゴールデンウィーク昨日から始まりました羽田空港の国内線のロビー朝からスーツケースを持った家族連れなどで保安検査場の前にレスができました旅行のガイドブックを手に出発を待つカップルの姿も見られたということです東京でも見上げ物を求める客 が並ぶなど、一回目の緊急事態宣言が発令中だったこの去年のゴールデンウィークよりも人では増えましたけれども、まあ普段の大型連休ほどの混雑は生じなかったとスポーツコーチは伝えています。普段の大型連休ほどの混雑は生じなかったということですが、この連休初日の人で篠原さんこれどうご覧になりますか。これ変更できなかったってことでしょうね。<ー>要するに、はい、昨年ですともう初めからね年初からもうこれはひどいと、えー、でまあ怖い新しい。 病気ってこともあるんでね、新型コロナね、みんな出控えたんだけど、今回はね、連休ですから、相当早くから予約取ってるわけですよ、飛行機も新幹線もね、しかも値段が高いときますよね、飛行機は。そしたら、もうこれ、キャンセルできないから、行っていうってなとこじゃないですかね以前ですと、そのキャンセルもね、キャンセル料無料とか、今でもそうなのかもしれませんけれども、やはりどこかで、いや、今、だめだと思いますよ。 キャンセルができるんだったらまあ諦めるかってなりますけども、まあ手続きが煩雑になるからね、えーえー、難しいんだと思いますね。そうですね。すねはい、あと観光地見ると例年のような賑わいはなく商売をする人たちからは必要な声が上がっているということです。観光地で商売する人にとってはですね2年連続緊急事態宣言下のゴールデンウィークこれは厳しいですね。ちょっとねいろいろこういったら率直に言うと失策も続いてるんだね。はいはい、あのゴートゥーキャ キャンペーンもねちょっとおかしくなっちゃいましたしね観光地ではちょっと厳しい状況でしょうね。ねとなると、やはりこれはある程度の補助が必要でしょうこれはだからね前からこの番組でも言ってますけど個人給付をきちっとやらないとやっぱり観光地でもね飲食関係はやっぱり不正規雇用多いわけだからこの人たちを救わないとねますますちょっとやばいことになるなと思いますね。ということは過去を見ると10万円でしたけれども今度も同じかもしくはそれ以上みたいなねそうですね。 他の国はもう2回目、3回目行ってるわけで、えーえー、日本は額も低くて1回しかやってないんでね、えー、これはぜひ1回、ね、や,やるべきだしね、えー、まあ総選挙で本当にまあ絶対ありますからね、勝ち、はい、たいんだったら、与党はそれぐらい踏み切ってほしい,です,、ね、いやそうですよね。えー 例えば、その各国見ればね、外に出るなってったって、デモが起きたりだとか、下手したら暴動が起きたりとか、すするわけでもんね年末から年始にかけて、アメリカはもうね、一応、資格者に限ってますけど、2000ドル1人出てますからね、そういうことを考えたら、日本ってのは、その辺遅れているなと考えますねこれでもね、日本人が我慢強いと思ったら大間違いでね、今もうふつふつと湧いてる怒りは、おそらくラジオ機の方の一人一人にあるかと思うんですよ。はいいい与党の議員さんんにも言たですけどね日本 日本はね、他の国に比べても1人当たりお金使ってるっていうけどね、えー、日本っていうのはね、はい、あのこの支援とかね、そういうね、援助っていうのは。えー お金を貸すんですよ、はい、他の国はくれるんですよ、えー、それ額で比べるの間違いなんで、えー、そういうインチキしないで本当にくれることを考えてほしいですね,ですね私はやりましたって言うんじゃなくてね受け手がどう捉えるかってことです、ね、で実際返すんじゃ借金増えるだけですからね,ね、はい、さて緊急事態宣言の下で飲食店でのこのお酒の提供が禁止されました屋外で飲食する路上飲みが一方で目立ってるんですねこうした中屋外でも室内と同様に新型コロナウイルスの感染 リスクがあることが理化学研究所などの研究チームがスーパーコンピューター負荷で行ったシミュレーションで明らかとなりました。理化学研究所屋外は安全だと考えている人が多いが、室内と比較して感染リスクを下げるわけではないと強調しています。えー、そして風の影響でより広範囲に飛沫が拡散し、その場にいるすべての人の感染がリスクが高くなるこういう指摘もしてるんですね。 路上飲みあの、室内と同じように感染リスクがある場合もあるということなんですね。はい、これジョギングとかそういうところで、ねえー、まず前やってたんですけどまさにそれと同じことだと思うんですね。えー、あと、この路上飲みもいいんですけどね、えー、あの実は私、あの自分で YouTube の、ね、チャンネルやってて、はい、ホットラインがあるんですよ、えー、いろんな情報来ますけどね、闇営、えーえー、業が多いんですよ、今。 そうですあえて夜中から始まって朝の5時までやってるような居酒屋ってのがあってねそこはもう満杯なんですよ、あと昨日の状況タクシーで働く方から情報があったんですけどど歌舞伎町もひい状況でね。お酒出しているとこれはだからもうみんな我慢できなくなってるんでね何らかの形でしっかり支援もしてね業者さんからすれば何も支援来ないんだからやらないともう首くくるしかないじゃないかて開き直りがあるんでねそこはもう啓発と支援と結びつけてやらないと。 難しいと思いますよ、これは。締め付けだけじゃダメですね。そうですね。はい、ある程度のその先が見えるような。そのまあ保証していくってことなんですね。でも私の周りはオンライン飲み会が。流行ってますか?。わわわ、私が流行らしゃ。あ、そうですね。そうだ。篠原さんのね。はい。またおいしそうに飲むから。つまみもね。はい。おいしそうに召し上がるし。そうですね。ええ、まだ、ただこの路上飲み、私も何度も目撃してます。ええ、やっぱりこのマスク取ってね。 至近距離なんですよ、えー、結構。ね、外だから路上飲みね一人で駅で飲んでる人もいますよね。いますよね、えーえー。まあだからこれもあの安全じゃないんだっていうのはやはりね一、うん、人一人,人がそうですね。ねはい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマークジョーキューワールドットネット。ツイッターはハッシュタグおはようてらちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。 時刻八時八分になるところです。文化放送おはようテラちゃん。今朝も九時までお送りしていきます。文化放送おはようテラちゃん。 時刻8時14分です今朝のコメンテータージャーナリスト篠原上一郎さんですニュースピックアップこちら読売新聞バイデン大統領施政方針演説アメリカ対中競争力を強化アメリカのバイデン大統領28日夜日本時間の昨日午前アメリカ連邦議会の議会の上下両院の合同本会議で初めての施政方針演説を行いました 新型コロナウイルスの対策に最優先で取り組む姿勢、これを示すと同時に、アメリカは再び動き出した、危機を可能性と機械に変えると話して、危機克服に自信を示しています。ままたた中国への対抗意識こちらも鮮明にしました 新任大統領の演説は就任翌月の2月に行われるのが通例なんですが今回は主に新型コロナウイルスの感染拡大この影響で時期がずれ込みました。 演説では貿易や経済安全保障の面で中国を強く牽制してアメリカは不公正な貿易慣行知的財産や技術の摂取に、えー、立ち向かうとこういうふういいふに強調をしていますインド太平洋地域で強力な軍事力を維持する方針を中国の習近平国家主席に伝えたことも明らかにして衝突を始めるためではない防ぐためだとこういうふうに主張しています。 中国への対抗意識を鮮明にしたバイデン大統領、まあ、こういうふうに捉えられているんですがこれ、篠原さんはどうご覧になってますか例えばあのトランプ政権と比べるというよりは、はい、バイデン政権は民主党ですので、ねはい、オバマ政権と比べたらいいと思うんですが、はい、オ,バオバマ政権はですね あのら、や的な、ちょっと経,経路は強かったんですよね、ーーえー、で具体的にはもう経済協力ね、えーあの、経済的にかなり結びつきを強めて、双方が成長にね、あのー、寄与し合うというような関係だったんですけどね、はい、今回のバイデンさんの演説っていうのは、経済も、ね、しっかり線を引いて、はい、もうやり方が違うんだと、えー、アメリカはアメリカで自分の足で立っていかなきゃならないっていう、かなり決意のこもったもんだと思います、えー、で同時にですね、インド太平洋地域の,その安全保障問題でね、はい、あのしっかりこう対立軸を作ってやっていくと。これはももう、えー、日本も 柱が入ってるんですけどね、ええ、こうなりますとね、日本はね、あの経済はやっぱりまだ中国にこう寄っていってる部分があって、はいええ、RCEP の問題なんかもありますけども、ええ、お防衛は一応アメリカとあの,の他の国も含めてやると、ええ、ちょっとこれね、日本がまた先になるんじゃないかなとい気がとならないですね。となると、じゃあどっち選ぶんだっていうふうに、ある日がくると言われる。何しろでも、いまだにアメリカに比べてもね、はい、日本っていうのはやっぱり。 引き続き続世界最大の貿易相手国というのは中国なんでね、はいえー、これをどう、ね、整理して、えー、断ち切っていくか、あるいは、えー、あ中国側に行っちゃうのかって、かなり綱引きになってるんですよね、えー、そこはちょっと、ね、見,ど見どころというかね、あのバイデン政権というのは、バイデン大統領もおその中国に線引きしてるし、周りもしてるってことなんですかね、してますしね、えーこん、今回のバイデン政権の,、はい、その例えば国務省ですね、いわゆる日本の外務省のスタッフっていうのはね、はい、かなり中国シフトでね。 動く人たちなんで、はあ、えええー、安全保障問題でもね、かなり前進してますしね。ええ、あの、日本に対しても、もうかなり気を使ったことをやってますよね。ええ、はい。それは、あの、日本の立場ですと、先ほど篠原さんおっしゃったみたい、に日本はその。貿易をやってるから、うん、ちょっと強く出られないぞっていうような、その、ね、本音があるところ。アメリカ、あそこはもキパッですか。そうなんですね。ええ、最近はね、尖閣諸島の防衛でもね、はい、かなりアメリカが踏み込んでるのは間違いないんですね。ええ、あのー、尖閣諸島の沖でですね、はい、あの、物資の倒壊。 演習をやったりとかね、攻撃機を飛ばしたりとかやり始めましたんでね、中国を抑えるどこ、あらゆる場所で抑えるという姿勢がかなり明確ですね。そうなんですね、はいえー、さて、そのバイデン大統領、施政方針演説で、えー、その政権の外交・安全保障政策に関して、中国に加えてロシアに対しても厳しい態度で対応していくと強調しました。ロシアに 厳しい態度の対応ということこれはどういう意図があるんでしょうか、ねね、あの例えば実はロシアとの対立軸って、ね、一番の問題はウクライナの問題で、はいえー、クリミア半島ですね 併合したということがあったらロシアに対しては緩い態度は取れないと思うんですね、同時にシリアなんかの問題でも対立軸にいるわけですよね、アサド政権を支持しているロシアの態度もありますので、そういうことで対立軸なんですけど、ただロシアと中国というのは一緒にいるようで違う面もあるんで、ここはやっぱり切り離していくようなうまい対応が必要だと思うんですけど、そこはちょっと見られないですね中国とロシアを切り離していくということなんですね。ロシアと中国って必ずしも してないんですよね特にロシアの極東地域で中国の脅威は相当感じてんるね。でその辺は、もう、こうなる両面でねうまくやったらいいと思うんですけどまだバイデン政権ではそういう方向は出てないなと思いますね一方、アフガニスタン情勢めぐっては駐留米軍これを完全撤収させる方針これを堅持しているとこちらいかかがですこれはですね従来から公約してるのもありますけどもね米軍の海外駐留は昔と違って相当厳しいんですよ財政的な面、それから人的な面ね。 あの相当兵力減らしてるんでね、ええ、でそういう内的な動機があるんですけどしかしアフガニスタン情勢は決して安定してるわけじゃないし、はい、先般もね、ええ、アフガニスタンに基盤があるとみられるねイスラム原理主義勢力がパキスタンで大きな、ね、テロ事件を起こしてます、はい、そういう点ではねこのアメリカの撤退がどういうメッセージをね、うんえー、そういう勢力、過激勢力に与えるかということを考えるとね、はい、これはちょっとね、あのー、注意が必要かなと思いますね、えー、あとは北朝鮮に対してですが非核化について直接の言及はなかった。 だと 私のこれは解釈ですけど、北朝鮮については中国の影響力がこ今年入って強まっています、そういうことで北朝鮮と独自外交で非核化というのを求めていくのは中国と足並みを揃えるということがない限りはちょっと難しいという判断があると思いますねつい先日も中国と北朝鮮の海上交易みたいなことが言われてますからね、かなり軍を中心とした権力に再編されましたので、軍は中国寄りなんですね。 中国も睨んでね、北朝鮮はどういうふうにこう打っていくかということは、今、考えどころだと思うんですね、はい、続いてはこちら、読売新聞、野党共闘連合に試練。 次期衆議院選挙に向けた立憲民主国民民主両党の連携協議が進まないことに両党を支援する連合が頭を悩ませているという記事です参加の民間企業系労働組合与党との関係構築を進めていて一枚岩にはほど遠い状況だと連合構図会長昨日都内のメーデーのイベントに出席した後雇用政策を軸として立憲民主党と国民民主党には連携を深めてもらいたいと記者団に語り りましたこの野党共闘がうまくいってない状況ってのはこれは野原さん、どうご覧になってますかこれ簡単に言うと共産党との共闘問題ですよね。<ー>で、連合はこれは望ましくないと、はい、ただ今、小沢一郎さんなんかも裏で動いてましてね、えー、あの共産党とはあ選挙共闘はするけど、はいせ、政権共闘はしないっていう論理ではどうかっていうようなことが提案されていて、えー、それでぎりぎり国民民主党をつないでるんですけどね、はい、国民民主党の方としてはまたあの新たに玉木党首がですね、はいえー、共産党とはやっぱり やっ一線隠さなきゃなんないってことを言い出してるんでかなり混迷してると思いますね。えーえー、連合の構図会長メーデーの中央大会でコロナ禍の南極にある今こそ、えー、働く仲間に寄り添い労働組合の役割を発揮しようまあこういうふうに呼びかけています。まあこういう時期難しい時期だからこそまあみんなでその寄り添って頑張っていこうよという呼びかけなんですけど、まあ連合はですね立憲民主党と国民民主党を支援するが一方自動車 社総連の中で最大の全トヨタ労働組合連合会は自民公明両党との連携を強化する方針これを決めています。民間労組幹部主張,主張を実現するには与党と連携を深めるべきだ。 こういう動きがあるんですね。これはね、だから、連合の責任でもあるんです。もしね、野党共闘しろっていうんだったらね、ええ、連合の政策をね、大きく打ち立てて、例えば労働者を守るために、今の自公政権ではこれはダメだっていうことがあるんだったらね、はい、それを打ち立てて、これを変えさせてくれっていうことで、やんなきゃいけないのにね、はい、逆になってて、えええー、まあ、第二次安倍政権なんか見るとわかるんですけどね、ええ、むしろね、労働組合的な要求をね、どんどん自公政権側が実現してってるんですよ。はーはーで、野党は文句ばっかり言って、何やってるのっていうのは組合員だから、 率直に言ってあるんですね、えー、だそこはね、こういう声が出るのは仕方ないんでね、はい、もう政局マターじゃなくてね、えー、要求を立てて、それを実現する道は何なのかってことを議論すべきだと、私は思いますね、えー、ですから、その要求を飲んでくれる方に行きますよってことなんですねそうなんですね、むしろ今の時期ですとね、新型コロナの影響で、先ほど何遍も言いました、国民給付の問題ね、はい、実現させるにはどうしたらいいかということを軸に考えるべきでね、えー、政権を変えるためにね、はい、こうしなきゃなんないっていうことは、もう本末転倒だと思うんですよ。 そこはやっぱりね、ねトヨタロースが通ってるところだと思いますんでね、はい、連合の中でよく議論するのが先だと思いますね、はいまあ、秋には神図会長、会長任期満了を迎えますけれども、連合の存在ですね、そうすると。ねはい、結構ね、バラバラなんですよ、方向性がね、<laughs> えー、国民民主党、どっちかというと前、旧前線同盟の方ですね、をしてるし、えー、立憲民主の方はね、自治労とかね、はーはーそういう観光論のどっ,からどっちかというと、左寄りが強いところがやってるんでね、えー、そこら辺の問題もあるけれども、あくまでもし、党 統一したものを目指すんだったらね、はい、何が一番国民や働く人にとって重要なことなのか、コロナの中ではどういう政策が大事かということをやって、それではあの政党にぶつけていくっていうのが軸だと思いますね、はいはい、続いてはこちら、産経新聞、中国開示当局の権限強化。 中国の国会に当たります全人代全国人民代表大会の常務委員会、海事当局の権限、これを強化する海上交通安全法改正案、こちらを可決して、改正法を成立しましまた2月に施行された海警法に続く海洋権益の維持ですとか、強化につながる措置で、中国が独自の領有権の主張を展開する尖閣諸島の周辺海域ですとか、南シナ海で緊張が高まる 高まる恐れがあります。で、この改正法では外国の船が中国の領域の安全を脅かす可能性があれば、海事当局が退去を命じる権利があると明記しています。え、そして、領海内で中国の法律に違反した外国船を追跡できるとも規定しているわけですが。 まずはこの動きについて、いかがでしょう、さん中国というのは、行動が先にあって、そのにこに法律を作るという点ではね、尖閣沖でやってるのは、例えば、邪魔してると、お前ら、権利ないぞっていうふうに海上保安庁に呼びかけもしてるし、中国外務省もそう言ってるし、それから漁船を追いかけ回す先にやってるわけですね、その後にこういうのは出てくるというのは特徴なんですね、これ、問題はね、実はいろんなことをね、着々とね、形の上で取ってきてるんですよ、具体化して。 このニュースに関係あるものとしては、最近、中国の環境資源局ってところが、尖閣の詳細なデータをホームページに載っけたわけです、これは俺たちのものだから、こうやって分かってんだよっていうことを世界に示すていう意味なんですけどね、これについて外務省はすごい抗議をしたんですが、抗議じゃなくて、今求められてるのは、日本が尖閣諸島に具体的に支配してるって形を示すことなんですよ。そこがまだまだね、ごちゃごちゃしていて、例えば、棚上げになってるのは、環境省がね、 あの調査をすると資源,、えー、資源とか生態調査をするといったの棚上げになっているんですよ、はい、こういうことをやらないからどんどん,どん,どん具体的なことが進むのでこれはもうねもう待ったなしの課題になったっていいう,うに思いますねあとはその台湾有事が心配されているわけなんですけどもこの中国の台湾侵攻の可能性ですがこれは篠原さんどうご覧になりますか実はですね、えー、3月の全人代で、はい、人民解放軍などのですね、えー、大議員を前にした秘密会議というのは開かれまして、はい、そこで 習近平主席がね、えー、人民解放軍の建軍100周年までに台湾を、ね、解放するということを考えようと。 呼びかけの演説したんですよこれが実はアメリカの情報機関が掴んでですね、アメリカのインド太平洋軍司令官が、ここ6年以内に台湾の衝突がある可能性が高いっていうふうに言ったのは、実はこれが根拠なんですだから本当にそういうふうに動いてるんで、動いた時に尖閣っていうのも無事では済まない、台湾と一体的なんで、アメリカも動きをしていると、日本もそろそろそういう国民的な議論をしてね、自衛隊、いろいろ頑張ってますけどね、具体的に動きが取れるような 法政をね整えなきゃならないと思いますね、えー。まさかって言ってる場合じゃないってこと、ね。まさかじゃなくて六年以内です。そうなんですね。はい、はい。さあ続いてはですね、四十年を超える原発初の再稼働へこちらのテーマで伺います。福井県の杉本知事、運転開始から四十年を超える関西電力三浜原発三号機と高浜原発一号機二号機この再稼働への同意を表明しました。立地県のこの知事が東京電力 福島第一原発事故を受けて作られた新規制基準これに適合した運転40年を超える原発の再稼働に導入するのは全国で初めてですで早ければ5月末からですね6月初旬にも再稼働をするということなんですねで2011年の東京電力福島第一原発の事故を受けた改正原子炉等規制法で原発の運転期間というのは原則40年と定められましたそして で原子力規制委員会が特別に審査して認可した場合一回に限って最長二十年の延長を認めています。運転開始から四十年を超える原発が再稼働するというまあこの方向ですけれども、篠原さんこれはどうご覧になりますか。これはね<え>あの四十年というのは本当に慎重にね考えて、はい、え絶対に事故が起きない範囲っていうことで基準にしてるんですね。はい、で原発自体はみんなあの比例をしたらね百年二百年考えてるものなんですよ。これ例えば稼働って言って その電力を供給しなくなってもです、ねはい、原子炉というのはまだ生き続けるんですね、えー、これをだんだん落としていくということには、やっぱり最低、えー、80年から100年かかるわけで、そういう点ではね、耐用年数的には問題ないんですね、えー、ただ、あの福島第一の場合ですね、一番古いシステムをアメリカから入れちゃったとっいう問題もあったんです、えーで、これはもう日本で作ったものですからね、えー、あの現状を見て基準にあってです、ね、これは持つということがちゃんと確認されればね、はいまあ、これも最長20年の範囲ですけどね、はい、延長して使うというのは、 これは、ね、可能ですし<え>、まああの、原発のそもそもの在り方としても、ね、問題はないと思いますね、はいまあ、ただしです、ね、新規制基準で設置が義務化されたテロ対,テロ対策の、えー、施設の,この建設がです、ね、3期とも遅れていると、順調に準備が進んで再稼働できたとしても、高浜1、2号機は6月9日、美浜3号機は10月25日に施設の設置期限を迎えて、短期間で停止となる状況です。40年超えるこの 原発めぐって国最大ですね25億を自治体に交付します新しい交付金制度の検討これでもするなどその活用を後押しする方針だと言いますまあ、とはいうものの運転開始から40年を超えた原発の延長審査には関西電力の3基と日本原子力発電の東海第二原発の全部で4基が合格しています合格していますが東海第二は地元の反発が強いです再稼働の手続きが進んでいない という状況ですが、このあたりはいかがですかこれはね、国会の審議も含めて、えー、この再稼働とね、その原子力発電所の存在っていうものの、ねはい、根本を、ね、理解してもらうことが必要だと思うんですね、えー、で原子力発電というのはね、原子力の,あの平和利用ということで、す、え、べ、ー、ての党派が賛成してです、ね、はい、原子力基本法が成立してやってることで、一度蓋を開けちゃったものなんですよ、えー、だからこれは安全にです、ね、共存していかなきゃならない、はいで、スイッチを切るように再稼働しないっていうことではね、えー、原子力 って,かえって危ないんですよはあ、はあ、実はあの再あの稼働していない原発の原子炉がね、ええ、事故を深める原因にもなったのは福、福島第一の事故の教訓ですから、はああ、きちんとね、例えば私は思うんですけどね、ええ、原子炉をなくすとして、なくすまでにその安全管理費用としてね、稼働して電力供給して、その費用でやっていくと、はい、そうでないと全体的に持ち出しになるわけですよね、ええ、だからそうなると、やっぱりコ,コストダウンを図るということでね、安全面で不安が出てくるんですよ。はい、だからそういういことも含めてね、ええ なので、で理解をできるようにね、またあの事業者側もそういう、ね、ことをちゃんと住民が理解できるんだって前提でね、はい、包み隠さずにね、きちんと、ね、あの説明する必要があると思いますね、はい、えそして原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分場の選定をぐって、第1段階の文献調査が行われています、北海道寿都町で、今月14日、処分事業を担う原子力発電の環境整備機構、こちらが町とともに、住民らが 意見交換する会合を初めて設けましたで対話の場通じて核のゴミの地層処分に対する住民の理解これを広げたい考えなんですが一部の参加者から単なる説得の場こういう声が上がりまして紛糾しましたまた調査に反対する町議らはですね最終処分に向かう場でしかないなどと批判していますこの核のゴミの最終処分場の選定をめぐる動きですがこちらはどうですかこれはねねあのね、えー えー、私、直接スッツは何遍も伺いまして、はい、町長さんにもお,お会いできました、えー、そして反対派のリーダーの方にもお会いしてね、あのはい、かなり率直なお話を伺ったんですけどね、えー、やはりどちらの側もねあの、ふるさとをどうするかっていうことではね、はい、真剣に考えていると、えー、特にスッツっていうのはもう3000人切ってるんですよ、人口がね。はい、で,でも努力されてきて、町はきれいに整備されてね、えー、特に風力発電をね、軸にあの収入を上げてる町なんですが、今後ね、このままではやっぱりだめだと、町が存続できないと こういう事前調査を、ね、受け入れるんだと20億円を受け取るわけなんですけどね、はいあのー、町長のお話では、ね、単にお金の問題だけではなくてね、ええ、将来どうなるかと、で原発っていうのを作ってしまう、私と問題意識は同じなんですよ、ええ、原発作ってそういうものが、ね、存在して、例えば6か所村にあると、はい、積まれてると、こういう状況っいうのはやっぱりね、考えなきゃいけないと、ええ、あの人にその矛盾をしつけてね、ええ、そういう点で一つの問題提起としてやったと。はい、ただ自分としてはこれ必ず 来るとは考えていないいとろいろ基準がありましてね、これ、調査の結果、ダメになるケースも多いんですよ、えー、例えば鉱脈がね、えー、予定地にあったらダメだとかいうこともあるんで、はい、でこれはもうじっくりね、あのー、住民と一緒に考えていきたいと、次の段階になるにあたってはね、えー、住民投票もや,やりたいっていうことでね、今、提起してるんでね、えーはい、私はこれはね、町長っていうのは相当真面目にやってるし、えー、逆に反対派の方もね、あのー、本当にねこの、こんなことで風評被害が出ていいのかとかね、地域づくりについてね、はい どういうリスクがあるか本当に考えるべきだということなんで、えー、議論をじっくりやろうということでは、ね、私はいいと思うんです、反対運動の方もね、はい、であとニューモーとかね、経産省にも、えー、あの取材しましたが、30年以上はかけてやると、はい、議論をね、えー、だからこれ、まあ確かにね、反対派の方が説得される場だとかね、えー、いうことを言ってるんですけど、実はね、ここで言われてるその対話の場を以外にね、反対派のグループが推奨するような映画をみんなで見る会に、ニューモーもさん、町長も参加してやってるんですよ、こいついこの間ね。えーはい、そういうい点で もいろんな立場から光を当てるということをやっていくということが大事だし、その一つのね、先駆けの例になるのがこのスッツの話だと思いますね。ーはーはーえー、となると、今のお話聞いてると、スッツ町の町長はやっぱり問題提起というのは大きかったってことなんですね。問題提起っていう意味があるんだと。えー、もうだ30年以上これ議論するっ,ったら、もう私だってこう生きてるかどうかかんない状況ですからね、あのー、長い目でね、始めないといけないと。はいえー、で、実はね、えー、このスッツ町もいろいろ取り上げられるんですけどね、はい、すぐ近くにある鴨もえ っっていうう村がねもちょと進んんでるだからここは進むかもしれないと、同じようにニューモが説明を始めてますしね、こういう動きっていうのはね、単に外からああだこうだとね、脱原発だっていうことを言うんだけども、正確な知見を住民に出して、ですね住民が判断する、これ、あくまで住民が決めることだっていうのはね、経産省のニューモも貫いてますんでね、そこはじっくりね、腰を据えて見ていく必要があると思いますね。 近いところにそういう町があるんです、ね、あります、泊まり原発があって、えー、今、稼働してませんけど、はい、泊まり原発を挟んで、えーえー、東西にあの東側にかも、はい、えな、ー、い、西側に筒状というふうになってますんでね、えー、あの割とです、ね、原子力に対するアレルギーは住民なんか少ない最終的には、今、篠原さんもおっしゃいましたが、住民の総意で決めていくってことなんです、ね、そ,うそれはもう、曲げない原則になってるんで、えー、そこのところは、ね、誤解のないようにしたいと思いますよね。はい

今、朝のコメンテーターータはジャーナリスト篠原上一郎さんです、えー、今その原発のお話をしていただきましたけれども、中国外務省の副報道局長、東京電力福島第一原発の処理水の放出方針をめぐって、自身がツイッターに投稿した葛飾北斎の浮世絵のパロディー画を撤回する考えがないことを強調しました。えー、日本の外務省、中国側に抗議して削除するよう要求していたんですが、これを拒否した形です。 え処理水めぐっては韓国の民間団体が海洋放流を阻止するため、国際訴訟を進めることも分かっています。この処理水ですね、この問題もあるんですが、これは篠原さんどうお考えでしょう。これ私あの正確にいろいろね、はい、あの説明資料ね、経産省やその他のですね、はい、説明資料見ましたけどね。ええ、世界的な基準で見ても、それのですね、はるか下回るですね、はい、基準で。はっきり言えば、あのまあ麻生、麻生太郎大臣はいつもおらん、おらんなこと言うんですけど、ええ、これ飲めるんだよぐらいなね。はい、あのものに。 出すすのは間違いないなんですね、はい、あの WHO の飲料水適合の、ね、基準に比べてもトリチウムその他のです、ねはい、含有量は低いと、ほうほう一方、ですね私はこれ中国とか韓国が言うのはね、ええ、もうちょっとおかしいなと思うのはね自分たちはもっと、ね、濃度の濃いものを海に出してる、はい、実際海に出してる、ええ、で自分たちがやる,やることを棚上げしてこういうことを言うっていうのはね、ええ、全くためにするもんだしね、はい、韓国だってこれ国際テストしたってね。ね 自分の国が今度責任なんで言いますかね、だから、そういうことをね。いや、だから、あらゆることについて言ってきてるわけでね。だから、これだけつまみ上げてね、いや、中国や韓国が言ってるから、日本のはまずいんだよっていうふうには言えないんだっていうことね。で、データをね、皆さん見ていただきたいんですね。で、経産省なんか作ってるのはね、各国が海洋放出してる水のね、いろんな基準について全部データ出てますから、それと比べたらね、日本って、 のは本当にここまでやりすぎじゃないのってぐらいきれいにしてますから、ええ、そこはもうきちんと事実を見るべきだと思いますね、ええまあ、とにもかくにもその中国も韓国も何かいちゃもつけてきてるっていうことなんですね,ですねちょっと僕ね韓国の人たちにもねもの分かってる人がいてね、ええ、こんなの無茶だよって言ってる人もいるんですね、はい、私韓国取材もしてますから、ええ、だからちょっとこれはね、ええ、何でも傷つけてやろうということで、ええ、最近あの韓国の場合ね慰安婦の問題で、はい、韓国の中の裁判所がね日本にね、はい、保証求めるの間違ってるって 判決出ちゃったんですよはーはーそういうのもあってね、えー、あの払い狭みたいなところあるんですね、だってやってる人同じですから、そうですね。と、ね、いうことでね、この問題、もっとね日本あの、逆に日本の国民がね、はい、もっとよくデータで掴んでいただきたいなと思いますね、えー、この中国の副報道局長のこのパロディですよね、えー、削除しないと。 なんでこんな強くに出られるんです。どういうね資格でこんなことやってるの個人のね個人の趣味でやってるのかあるいはあの外務省のね中国外務省の方針でやってるのかそこははっきりさせるべきだしね。そこをね日本の外務省も爪が甘いのねそういうことはね個人に抗議してんのか中国外務省に抗議してんのかわかんないですこれじゃ。もっとですから日本がもうこの処理水の問題に関しても世界にこういろいろ言っていかないとダメですね。あもちろんねそれは言ってるんでねで。 えー、国際機関は日本のやってることは正しいよ、はい、って言ってくれてるんですよ、えーえー、IAEA、e、もね、はい、IAEA、e、が言ったってのはこれ非常に重要なことなんで、えー、国際原子力機関がね、はい、だからそこはねもっと出した方がいいと思いますしね国際的にはかなりね逆に中国韓国の声は多数ではありません、はい、あそうなんですね、はい、あそれでちょっと安心しました、はい、時刻8時40分になりますおはようます 時刻8時50分ですビジネス最前線この時間は、えー、ジャーナリストの篠原上一郎さんにこのテーマで話を聞きます産経新聞国内線の予約去年の4.7倍コロナ禍前の4割 4つの都府県にこの緊急事態宣言が現在発令されていますがコロナ禍のですね2回目の大型連休が昨日始まりました1回目の緊急事態宣言発令されていた去年の大型連休よりも旅行は増加する兆しが出ていますラジオ機の方もちょうど1年前くらいというかあれは4月の7日ぐらいから緊急事態宣言が出たんですけどもねそして。 し、えー、しばらく緊急事態宣言が続いいたたという状況でした、えー、そして航空各社今回発表した大型連休の予約状況によると国内線は1回目の緊急事態宣言の期間中だった前の年の同じ期に比べて4.7倍の111万1000人国際線は2.1倍の2万1000人と大幅に増加しています。 でコロナ禍前のおととしの大型連休と比べると国内線は40％、国際線は4％と低調でした。まあ増加しているとはいえコロナ禍前に比べると少ないわけですが、もうこれはしょうがないって感じですね。しょうがないですよね。だただかなり増えてますからね。えー、去年から比べるとね。えー、これはあの。はい 私も先ほど述べたんですけどもね、これ、早くからもう連休なんてのは抑えてないと飛行機取れませんから、キャンセルできないと、今回急にね、緊急事態宣言になって、あとビジネスはね、ちょっと言いますとね、ビジネスが中心だと思います、これは。で、面白いんですけどね、基準がだいぶ変わってきましてね、私、昨日ロシアのことを聞いたんですけどね、78時間以内の PCR 検査結果が英文で示されれば、入国を認めるとなってるんで、割とビジネスマン入りやすくなって、実際、入ってきた方ねお話伺いました。やっぱり 同じようにね帰ってきた時もね2週間の隔離がないということなんでね、ねかなり変わってきてはいるんですね。はい、そこはまあ変化でしょうね、えー、ということはその78時間ですから3日前以内に検査してそれがそ PCR,、ね、PCR 検査してそれがちゃんと分かればいいんですよ、ね、と。あのおそらく空港でもこれやってるんで、ねはい、あの割と今、PCR すぐ結果出ますから英文で出すということも可能ですし、ね、それをそのイミグレーション、入国の際に示せばいいとなっています。 ATB がですね、全国の15歳から79歳の2万人対象に調査した旅行動向というものでは、えー、期間中に旅行すると答えた人は10.3%例年は25%程度で推移していますから半分以下に落ち込んでいます、まあ、車などで他人との接触を避けられる近距離の観光地が選ばれる傾向が見られたということです、まあ、この近距離の観光地が選ばれる傾向、まあ、これもしょうがない しょうがないのと、でもこれ、改めてね、近距離の観光って見直した方がいいと思うんですよね、東京近郊も例えば、東京を起点にしたらね、いいこありますしね、そういうとこは見直されてね、やっぱり手軽に動いていただくと、全然動くなっていう話になったらね、経済も動かないし、本人たちもストレスがたまりますからね、こういう形っていうのは、新しい傾向としていいんじゃないでしょうね守るべきものは守ってってってことですね、気をつけるべきものは気をつけてということですね。 去年の大型連休というのは全国で緊急事態宣言が出て、えー、そしてこ、まあ、今年は4都府県となっています首都圏近郊の行楽地、まあかんえー、去年に比べると観光客が戻っていると、まあ、具体的に言えばそのまん延防止等重点措置というのはあの発令されているところも多々ありますけれども、えーまあ、今、緊急事態宣言が出ての関東では東京のみですからえ他の周りのところは緊急事態宣言は出ていないわけです。はい はいえー、ですから、その首都圏近郊の行楽地は去年に比べると観光客が戻ってきているとそうですね。で、えー、あの人の動きを規制するのももちろんですけれども。はい あの実際、いろんなね手洗いとかね消毒とかそういう措置がね観光地でもね取られるようになったんでねかなり措置が進んでいるわけですね、去年に比べたらね。こういう状況の中でねあのまあ動きが出るっていうのはいいことだと思うんでねねこういういい方向は進んでいでほしすどうしてもそのなんか自粛しなきゃいけないんだろうかっていうふうに萎縮しがちなんですけども今、篠原さんおっしゃったみたいにしっかり守っていれば。 別に進めるわけけじゃないどもうただ問題はやっぱり早く営業終わるって問題があるんです各地とも。私、逆に仕事で出かけると困ることがあるんですよね、仕事でずれ込んで夕食食べたくても夕食食べる店ないていうことが多いんでお弁当で済ますことが多いんですけのその辺の情報はきちんと発信して観光客が不便を感じないように提供する必要があると思いますねそうですね。 でも、うん、今ですね。まあ,ある。 ある程度観光客が戻ってきてるというものの、それでもまだまだってことで。例えば、あの、ね、これも、あの、ニュースなんかでも聞いてますけども、浅草あたりのお土産屋さんとかだって、もう大打撃受けてるわけ。ですよね大打撃でも、ね。あの、閉まってる店多いです、ね。そうですよね。ねまあ、特に東京はね、緊急事態宣言が出てるっていうのもあるんでしょうけども。で、保証が必要ですよ。本当にそうですね。うん、これ、東京のみならず、他の観光地だって、いや、少し戻ってきたって。全然足しにならないもんっていうところも。うん あるんでしょうからね。そうはだからカンフル剤っていう意味でもね、やっぱり個人給付もう一回やるべきだと思う。はいえー、私は思いますよ。具体的には篠原さんいくらぐらいがいいですか。最低十五万ですね。最低十五万。十、はい、万じゃちょっと足りないですね。はい、前回十万でしたけどね。はいはい、今度は最低十五万。はい、ね、これは必要のようです。はい、はい。以上ビジネス最前線でした。 時刻8時56分です今朝のコメンテーターはジャーナリスト篠原上一郎さんです 篠原さんといえばいろいろなところからこの情報をですね入手してそれをいち早くこういう放送とか YouTube であのねえ伝えていただけるという方で有名なんですがえ今度はこのニュースですえ結婚が延期されている秋篠宮家の長女真子様と小室圭さんですが今月8日小室さん延期のきっかけとなった母佳代さんと元婚約者の男性との金銭トラブルについて経緯を説明する文章を公表しその後 解決金を渡す方針明らかにしましまた一方、元婚約者も代理人通じて交渉に応じる考えをえしましたということなんですがこの小室計算情報、いかがですかえっとですね、えーえー、この交渉を応じるって話はいいんですけどね、実はね、えーはい、他にもいろいろな、ね、疑惑が出てきちゃったんですよ。例えばお父様が自殺されている問題、えー、お父様のご,ご父母であるあの、はい、祖父母もね、自殺してる問題とかね、はいろいろ出てきちゃってるんで、主には問題とかいろいろ出てきちゃってるんで、主にはこのお母様さん お母様の疑惑になっっちゃってるんですね、はいえー、ですからね、今、お母様がね、あの体調を崩して、今、ちょっと入院したらしいっていう情報が流れていて、かしかも昨日あたりね、ちょっとね、はい、これ、過激なんですけどね、<っ>どうもどこも見当たらないんで、これ、記者が追っかけてるわけですよ、はい、どうも見当たらないんで、どうも宮内庁がかまって、宮内庁病院にいるんじゃないかって情報が昨日流れたんですね、はい、で私もちょっと今、調べてましてね、<っ>朝かけじゃないですけどね、昔はよくやったんですけどね、<っ>あのー、メールであのいろんな確保も聞いたらね、はい、宮内庁病院に入ってないようだよって いう答えが来たんだけど、でも入院してるのは間違いないと、そしたら入院の費用ってこの人たちお金ないから誰が負担してるのっていう新たな疑惑が出てきちゃってるんですよね、そういうような疑惑が続いてるということなんでね、このトラブルがこういう調子だとね、分その交渉を続けて、元婚約者の方とのトラブルが解決すれば、結婚の道が開かれるかということで、眞子さまやね、なんか期待してるんですけども、新たな疑惑が出てるということではね、かなり国民のね、天皇陛下が言われてるようなね、国民の多く 納得し祝福される雰囲気が本当にできるかどうかっていうのははなはだ疑問ですね、はい、ああそうですかはなはだ今疑問ということ、はい、そうかそういう雰囲気にはトラブル解決向かったからといって祝福されるかというと、はい、ちょっとそのあたりはどうなのかなというところなんですねはい。今朝のコメンテータージャーナリスト篠原上一郎さんでした篠原さんありがとうございましたありがとうございました 来週月曜日おはよう寺ちゃん五時台はスウェーデン在住の翻訳家エッセイスト久山陽子さんにお話聞きます六時台経済評論家常年司さん七時台後半からは郵便学者内藤洋介さんをお迎えし朝五時からお届けしていきますこの後は国丸ジャパン極みをお送りしますおはよう寺ちゃんまた来週今日もいい一日になりますように